では、定刻になりましたので、計算科学技術特論、始めていきたいと思います。今日は、今日と来週2回、神戸大学の、山本優作先生にお願いいたします。今日は、行列計算における高速アルゴリズムということで、大規模連立第一方程式の反復解法ということで、講義していただきます。ではよろしくお願いします。はい、ご紹介ありがとうございます。神戸大学の山本と申します。今回の講義では行列計算における高速アルゴリズムということで、2つのテーマでお話ししたいと思います。今日は大規模な連立一次方程式の反復解法というタイトル で来週は固有値問題の解法という話をしたいと思います。でこれが今回の今日の目次なんですけども、連立一次方程式の反復解法ということで、最近一番効率的な解法として知られているのがクリーロフ部分空間法と呼ばれる一連の解法で、これは強約勾配法とかを含むクラスです。で今回はそれについて主にお話ししたいと思います。でまず初めにですけども、今回の講義で扱う問題は連立一次方程式 AX イコール B で、A は正則な正方行列です。でこの講義では中田先生が連立一次方程式の解法をお話しされたと思いますけども、中田先生は主に密行列の話をされたと思います。で今回は A が非常に大規模な素行列の場合に使われる反復法というのをお話ししたいと思います。で、こういう連立一次方程式の解法っていうのは、いろんな場面で使われますけども、非常に使えるものとして差分法とか有限要素法で偏微分方程式を解く場合、それから、回路シミュレーション、それから非線形方程式を解く場合にも、その中でニュートン法などを解くのに、連立一次方程式を解くことになります。それから固有値問題を解く場合にも、その中で部品として使われる場合もあります。で、連立一次方程式を解く場合には係数行列の分類をきちんと行って、その性質を十分に活用することが重要なんですけども、分類としまして密行列、素行列、帯行列、構造を持つ行列といった構造に着目した分類とか、あるいは対称非対称、それから正定値といった分類があります。で、どの分類に入るかによって、最適な解法っていうのが違ってくるんですけども、例えば幅が狭い帯行列だったら直接解法が有利で、あるいはその対称正定値だったらコレスキー分解とか強約勾配法が使えるといったようなことがあります。で今日は反復解法の話をするんですけども、最初に直接解法と反復解法の比較というのをしておきますと、直接解法っていうのは中田先生の講義でやられたと思いますけども、行列を自由分解、つまり上三角行列と下三角行列の積に分解して2つの方程式に分けて解くというふうな方法です。で、密行列だけじゃなくて、素行列のための直接解法っていうのもありまして、その場合にはゼロじゃない要素に対してだけ演算を行うことで演算量とか記憶領域を削減するスパース LU 分解というものがあります。で、直接解法の特徴としましては、何といっても有限解の演算で解が求まるということで、所要時間がほとんどほぼ予測できるというのが一番大きなメリットです。それから後でその行列の条件数って話をしますけども、悪条件の問題にも強くて解が求まりやすいということがあります。その反面フィルインの問題っていうのがありまして、これはたとえ素行列であっても消去をしていく過程でどんどんゼロでない要素が増えていってしまうということで、もともとがかなりスパースな行列であっても最終的な L とか U の因子っていうのはかなりゼロ要素が増えてしまって、それが記憶容量とか演算量の増大につながるというのが一番の問題です。それに対して反復解法というのは、一般的に言いまして、何らかのその真の解に収束するようなベクトル列 X0、X1、X2 というのを順次生成していく解法です。で特徴としては、直接解法の逆になりますけども、一般に反復回数が事前には分からない、でさらには収束しない場合もあります。でその代わり行列 A を変形しないで、一般に行列とベクトルの掛け算という形でだけ使うので、さっき言ったフィルインの問題が起こらなくて、記憶量が少なくて済む
さらにそのうまく収束する場合には演算量は直接法に比べてはるかに小さいといったメリットがあります。で、反復解法を大きく分けて定常反復法と非定常反復法っていうのがあるんですけども、定常反復法っていうのは線形の前化式で解を更新していく解法です。つまり xn プラス1っていう第 n プラス1次の近似っていうものを xn かける定数行列プラス定数ベクトルという前化式で計算していく方法です。で、まあ、もちろん c とか d っていうのはこの反復が収束してかつその収束先が真の解になるように、まあ、うまく選ぶ方法で、まあ、いろんなやり方があります。で、具体例としては、まあ、よく知られているガウス・ザイデル法ですとか SOR 法、ADI 法、マルチグリッド法といったものがあります。で、まあ、こういった定常反復法っていうのは簡単な前化式で使いやすいんですけども、線形の前化式ですとどうしても収束時数が1時ということでそれほど速くはならないということが知られています。そこで最近は非定常反復法というのが主流になっておりまして、これは xn から xn プラス1の前化式が x に関して非線形、つまり c や d が x に依存する、あるいは非定常、つまり n に依存して c や d が変わる、そういった方法の総称です。で、こういうことを許しますと、まあ、一般に定常反復法よりも収束を速くできます。で、その方法の中にはクイロフ分空間法ですとかチェビシェフ準反復法といったものがあるんですけども、その中で今日はクイロフ分空間法という、まあ、一番よく使われているクラスについて、説明をしたいと思います。で、その連立一時方程式の話に入る前に、まず問題の解きにくさという話をしたいと思います。で、そのためにちょっと定義なんですけども、まあ、行列に対して解く位置って呼ばれる量があります。これは行列 A に対して、A の点値 ×A っていうそういう、まあ、正方行列を考えますと、これは対称でかつ固有値が全部0以上の実数となる行列になります。で、この固有値の平方根っていうのを特位置と言いまして、一番大きい特位置をシグマ1、一番小さい特位置をまあシグマ M っていうふうに書くのが普通です。 で、まあ、ですからその行列 A が正則だってことは最小特位置が正ということと等価になります。で、この特位置って量を使いまして、最小特位置と最大特位置の比を条件数というふうに呼びます。で、特位置っていうのは実は A をかけたときにベクトルの大きさがどのくらい変化するかというふうな量を表すんですけども、シグマ M っていうのは一番あるベクトルにかけたときに一番その長さが小さくなるような方向、そのベクトルに対して、まあ、何倍になるかという量で、シグマ1は一番大きくなる方向のベクトルに対して何倍になるか、そういう量です。ですのでシグマ M 分のシグマ1が大きいっていうことはベクトル空間内の方向によって A の作用が非常に違うっていうことで、まあ、これが非常に解きにくいということにつながります。で、まあ、解きにくいっていうのは2つの意味がありまして、一つはそのクイロフ分空間法が収束しにくいということと、それからもう一つはそのクイロフ分空間法では残差っていって AX-B で収束を判定するんですけど、これが0になれば収束ですけども、残差が小さくても条件数が多い場合には、大きい場合には X がまだ解に近くない場合があるということで、この意味からも解きにくい問題になっているというふうに言えます。ですのでその解法を適用する前に自分の問題の条件数というものがもし分かっていたら、いろいろと結果を解釈したりするのに役に立つことになります。まあ、条件数に関しては、いくつかその推定の方法というのも知られています。それではクイロフ部分空間法の話に入りたいと思います。で、まず
ここではクイーンオフ部分空間とは何かということと、まあ、その性質を最初に説明しまして、でそれに基づいてクイーンオフ部分空間法の具体的なアルゴリズムを説明していきたいと思います。でまず定義ですけども、行列 A とベクトル B があったときに、B から始めて A をどんどんかけていってできる空間、つまりスパンの BABA2 乗 B、A の N-1 乗 B というふうな空間を、N 次のクイーンオフ部分空間というふうに呼んで、KN の AB というふうに書きます。で、この空間を使って解を構成するのがクイーンオフ部分空間法と呼ばれるものでして、まあ、通常はその X0=0 っていう初期近似解から始めて、各ステップでの近似解 XN が N 次のクイーンオフ部分空間に入るように、近似解の列を構成していくということをいたします。で、まあ、クイーンオフ部分空間の定義から N が大きくなれば N が大きくなると KNAB というのはそれより以前のクイーンオフ部分空間を含むということが明らかですので、クイーンオフ部分空間法というのは、まあ、だんだん拡大されていく部分空間の中で近似解を探していく、そういうアルゴリズムになります。で、まあ、そうは言ってもクイーンオフ部分空間というのはこの空間で非常に広いので、この空間の中でさらにどうやって具体的に近似解を1個定めるかというのはまた別に一つ指針が必要になります。でそういうふうにKNAB の中でどういう基準で近似解を定めるかによって、まあ、いろんなクイーンオフ部分空間法というのがあります。でクイーンオフ部分空間というのはどんな空間かといいますと、いくつか性質があります。で、まあ、一つその反復法として使うときに問題になるのは、クイーンオフ部分空間をどんどん大きくしていけば必ず解を含むようになるかということなんですけども、実はこれに対してはイエスと言えます。で実際こういう定理がありまして、A が正則行列だとすると一般にクイーンオフ部分空間というのはだんだん拡大されていくんですけども、あるところで拡大が止まったとします。つまり KNAB イコール KN プラス 1AB で、こうなったときには実はこの KNAB の中に真の解が含まれている、そういう定理があります。まあ、ですのでクイーンオフ部分空間をどんどん大きくしていけば、まあ、必ず解が含まれるということが、まあ、これを使って言うことができます。まあ、証明はちょっと省略しますけども、まあ、簡単ですので、もしご興味があれば後で見ていただければと思います。でちょっとここは時間の関係でスキップしまして、まあ、クイーンオフ部分空間法っていうのはこの KNAB の中で解を求めていくんですけども、まあ、つまりその KNAB の何らかの規定ベクトルがあったときにその線形結合として解を表現するわけです。でその際どういう規定を選ぶかですけども、もともとKNAB っていうのがこういうふうに定義されていますので、この列それ自体もまあ規定にはなっているんですけど、数値計算的に言うとこれはあんまりいい規定ではないんです。なぜかっていうと A をどんどんかけていくことで、B の A をどんどんかけていくことで A のその最大固有値に対応する部分が最大固有値に対応する成分っていうのが大きくなりまして、どんどん線形従属に近くなってしまうということで、まあ、数値計算的にはあんまり良くないです。ですのでもっと線形独立性の高い、まあ、正規直行規定というのを作って、それの線形結合として解を表すというのが普通です。で、まあ、これによって理論の見通しも良くなります。で、まあ、正規直行規定の生成は非常に簡単で、まず最初に、与えられた B を正規化して Q1 っていうベクトルを求めて、次にそれに A をかけて
V2 を作って、それをあの元の Q1 に直行化してさらに正規化して Q2 を作る。また今度は Q2 に A をかけて、さらに Q1、Q2 に対して直行化して正規化して Q3 を作るというふうに、その A をかける操作と正規直行化の操作を繰り返して正規直行規定を生成していくわけです。でまあ、これはあの逐次的に生成されるベクトルに対してグラムシュミットの直行化を行っていることと同じです。でこういうふうにしてクリロフ部分空間を作りながら、その正規直行過程も作る、正規直行規定も作るやり方をアーノルディ過程というふうに呼びます。で、まあ、あのアルゴリズムで書くとこんなふうになりまして、まあ、ここがあの最初の正規化の部分ですね。ここが正規化の部分ですね。で、この N=123 っていうのがあのクリロフ部分空間を拡大しつつ正規直行規定を生成していくっていう部分で、まあ、一番最後の Q に A をかけることで、空間を一次元拡大すると。で、そこでできたベクトル V にっていうものをあの今まで作った正規直行規定に対して、まあ、全て直行化する。それから正規化をする。で、あの QN+1 っていう新しい規定ベクトルができるということです。で、まあ、このアーノルディ過程っていうものがあの全てのクリロフ部分空間法の基本になりまして、こうやって作ったベクトル Q からあのどうやって解を作っていくかっていうのが、まあ、いろんな解法があるわけです。で、まあ、ここではあのグラムシュミットの直行化に基づくアーノルディ過程を説明したんですけども、まあ、これはあの、並列性って意味では実はあんまり良くなくて、直行化がこれあの一個一個のベクトルに対してあの逐次的に直行化していかなきゃいけないので、あのそこを並列化するためにあの別のハウスホルダー変換に基づく直行化っていうやり方もあります。で、まあ、あのここがまあ一番、アーノルディ過程が重要なポイントです。で、このアーノルディ過程を実際にアルゴリズム構築に使うには、あのこの全化式の形、アルゴリズムの形をあの行列の表現に直しておくと便利です。で、今あの正規直行化の過程を見直してやると、この Qi プラス1っていうベクトルをあのこの AQi からあの Q1、Q2、Qi 成分を差し引くことによって作ったので、ちょっと移行してやると AQi が Q1 から Qi プラス1の線形結合で書けるっていう式に書け直します。で、ここで H って書いてあるのはあの前のページで直行化の時に計算した内積です。で、あのこういうふうに書き直してやって、さらにあのこれを Q1、Q2、Q3 に対して、まあ、同じ式を並べてやって、それを行列表現してやると、一番下の赤い四角で囲ったような式になります。で、ここであの Large Q っていう行列はあの正規直行規定を並べたもので、で、H チューダーっていう行列はこの内積の H11、H12 っていうものを並べた行列です。で、それをまとめて AQN イコール QN プラス1の HN チューダーというふうになります。まあ、これがアーノルディ過程の行列表現でして、まあ N 字のアーノルディ分解というふうに呼んだりします。まあ、ですので、そのアーノルディ過程っていうのはあのこういう方程式を満たす直行行列、まあ、列直行行列ですね、列直行行列 QN と、それからあの HN チューダーを求める操作であるっていうふうに言うこともできます。で、今のこの式 AQN イコール QN プラス1の HN チューダーっていうものに、左から QN の点値をかけてやりますと、QN っていうのは各列が直行するような行列なんで、
左辺は QN 点値の QN で、右辺は QN 点値の QN プラス1の HN 中だというふうになって、ですね、でこれがあの QN プラス1のこっちもこっちもあの直行します、列が直行しますので、かけると単位行列になって、で、まあ、こんなふうな式になるんですけども、あれ、それでさらにかけてやると、あのこういうふうな形の上三角行列プラスあの1個対角線が増えたような行列になります。これをヘッセンベルグ行列っていうふうに言います。ですので、まあ、前のページの式はあのこんなふうに書き直すこともできるということになります。で、この式はあの今日はあんまり使わないんですけども、実はあの、A をこの正規直行規定のなす空間に遮影した行列と見ることができまして、これを使ってあの来週固有値の計算などをあの説明したいと思います。でここまではあの一般の非対称行列の話なんですけども、実はあの連立一致方程式の解法では対称行列の場合っていうのは、まあ、いろんな簡単化とか演算量の削減っていうのがあの可能になります。実際あのこの左辺の QN トランスポーズ AQN っていうのはあの A が対称だったら対称行列になります。ですのでこの一番下の HN っていうのも、まあ、対称行列になるわけですけども、とこの形を見てみると上三角行列みたいに見えるんですが、あの左辺が対称なんでここも対称で、実はここの上三角部分っていうのは、まあ、全部ゼロ、あの1行を除いて全部ゼロになるってことがあの明らかです。でそういったものを書いたのが次のページなんですが、ちょっとすみません、パソコンでは変わってるんですけど、こっちが変わってなくてですね、これでいいですね、はい、はい、ありがとうございます。で、まあ、今あの A が対称だったらあの上三角がほとんど消えて、まあ、対称行列になるということになります。でそれをまあ TN とか書くんですけども、これはあの対称三重対角行列です。で、もともと H11 とか H12、H13 っていうのはあのグラムシュミットで内積として計算した量なんですけども、この式を見ると実はあの H13 とか H14 とかそれ以降の要素っていうのはたとえ計算したとしても、まあ、ゼロになるってことが分かります。ということはあのグラムシュミットでそこの部分を別に計算しなくても、もともとそういう成分はなかったということで、そこに対する直行化はしなくていいということになります。ですので、ま、前のアルゴリズムに戻って考えると AQI っていうのは QI と QI-1 に対してのみ直行化すれば十分であるということが分かります。そうしますとあのアーノルディ仮定の計算量をあの非常に減らすことができまして、それをあの次に示しますけども、ランチョス仮定というふうに言います。でこれがそのランチョス仮定です。で、まあ、先ほどはあの V っていうベクトルを作るとあのそれを、Q1 から Qn-1 まで全部に対して、 Qn まで全部に対して直行化してたんですが、ここではもうこの直行化した結果があのほとんどゼロになるってことが分かってますので、 Qn と Qn-1 に対してのみ直行化するという簡略化をしています。でこのランチョス仮定の特徴っていうのはあのこの直前の2つのベクトルに対してのみ直行化するということで三項完全化式です。ですので、まあ、さっきのアーノルディ仮定はあの N が増えるにつれて直行化対象のベクトルがどんどん増えていったんですけども、ここではあの
常に2本だけと直交化すればいいということで、まあ、1アンプカあたりの演算量がずっと一定であるというふうな大きな特徴があります。ですので、まあ、A が対象行列の場合には RND 仮定を簡略化したこのランチョス仮定というものが使われます。で、まあ、以上で、クイルホフ分空間を作ってその正規直交規定を生成するというところまでができたわけです。で、そうしますと次はこの正規直交規定をどういうふうに組み合わせて、まあ、どういう線形結合を作って、解を近似解を構築するかということになります。で、その近似解の作り方としては主に3つほど方法が使われまして、1つは残差最小化、2つ目はリッツ・ガラーキン法、3つ目はペトロフ・ガラーキン法というものが使われます。でもこれをどれを使うかによっていろんな変種が生まれるわけです。で、まず方法1の残差最小化です。で、これはXN っていう、まあ、近似解をクイルホフ部分空間内で1つ決めると AX-B っていう残差が、決められるわけです。で、この残差 R っていうのが最小になるように XN を選ぶというのが残差最小化のアプローチです。まあ、つまりそのクイルホフ部分空間っていうのが N 次のクイルホフ部分空間は正規直交規定 N 本ありますけど、その係数を、その線形結合の係数を、この残差が最小になるように選ぶということで、ある種の最小二乗問題になります。で、これは一番自然なアプローチに見えるわけです。まあ、本当はその誤差が最小化できれば一番ですけども、まあ、一般に誤差は真の解が分からないと定義できないですので、まあ、その事前の策として残差を最小化するということをやるわけです。で、この方法、このタイプに含まれる解法としては、まあ、GM レス法というのが一番有名で、それにあと、まあ、対象行列用としてミンレス法といったものもあります。で、2番目の方法はリッツ・ガラーキン法というもので、これはやっぱり残差を考えるんですけども、残差を最小にするんじゃなくて、残差がクイルホフ部分空間、今解を探している部分空間に直交するように X を選ぶというのがこの方法です。つまり AX-B っていうベクトルを計算したら、それがクイルホフ部分空間に入る、じゃなくて直交するというふうに選ぶわけです。で、直交するってことは残差の中で、この空間に正斜影した成分がゼロということで、まあ、その意味で、まあ、また別の意味で、最適な性質を持っているということになります。で、この方法ではクイルホフ部分空間 KN に直交するようにこの RN っていうのを選ぶんですけども、それ以前の残差っていうのは、まあ、すぐに分かるようにこっちの部分空間の中に入ってますから、それまでの残差すべてに直交するように新しい残差が選ばれるというふうに言うこともできます。ですので、まあ、残差の直交性を持つというふうに言われます。で、このリッツ・ガラーキン法っていうのはこういうふうな正斜影っていう見方のほかにいくつかの見方ができます。で、これは A が対象正定値行列の場合なんですけども、ファイっていう関数をこんなふうに定義することにします。ファイ x イコール2分の1 x トランスポーズ x 引く x トランスポーズ b というふうに選ぶと、そうするとこのファイを x で微分してやると簡単に分かるように、これは ax イコール b の解っていうのはファイの最小値になっています。まあ、ですのでその ax イコール b を解くっていうことを、この最小化問題を
の最小値を求めるというふうに言い直すこともできます。でここでさっきのクイロフ分空間に戻って、この KN の AB の中で近似解を求めるというふうに考えますと、このそれは XN が規定の線形結合で書けるってことですから、この規定を並べた行列 Q を使って X イコール QIN というふうに書き直すことができます。でこういう条件の下でこのファイを最小化しようとすると、この QIN というのを代入してやって、ファイの XN というのは2分の1の QIN の点値の QIN-QIN の点値の B です。でこれを最初にするような Y を求めてやりますと、またY に関して微分すればいいんですけども、そうするとこの Q 点値の AQY-B イコール0というふうな式になります。これがクイロフ分空間の中でファイを最小化しようというふうなことから出てきた式です。ところがこれはここは AX-B っていう残差になっていまして、こっちはクイロフ分空間の規定ですから、残差が規定と直交する、つまり残差がクイロフ分空間と直交するということと等価になります。でこれから分かるように、そのリッツ・ガラキン法っていうのはこういう正斜影で解釈できるのと同様に、こういうファイっていう関数を各ステップで最小になるように X を決めている、そういうふうに理解することもできます。こんなふうにそのいろんな見方をしておくと、後で解法の解析とか設計とか解析の時にいろいろと自由度が出てきます。で実はもう一つ見方がありまして、これも対象正定値の場合なんですけども、今度は誤差 XN-X というものを考えてみます。で、誤差を最小化するっていうのは一般に難しいんですけども、誤差の A ノルムっていう特殊なものを考えてみます。 A ノルムっていうのは、ノルムに A つけて書いて、A を挟んで内積を取ったようなものです。で、A が対象正定値なので、これは正であって、ノルムの性質を満たしているわけです。でこれをちょっと変形してやりますと、誤差の定義からこうなって、で、展開してやると、次の式になって、で、ここのところっていうのは X スターっていうのは X スターが真の解なんで B になるということで、実はこれは前のページで定義したファイと実質的に同じものになります。ですので、リッツ・ガラキン法はこのファイを最小化しているんで、それを言い直すとこっちの誤差の A ノルムを最小化しているということもできます。各ステップで誤差の A ノルムを最小化するようにクイロフ分空間の中で X を決めている、そういうふうに言い直すこともできます。これも後で収束性とかを見るときに役に立つ考え方です。で、このリッツ・ガラキン法っていうのは正定値の対象の行列の場合には非常にうまく働く原理でして、それに基づく解法がいわゆる CG 法、共約勾配法と呼ばれる解法です。で、非対称行列の場合にも同じ原理は使えるんですけども、その場合には FOM 法というふうに呼ばれる解法があります。で、こんなふうにそのリッツ・ガラキン法は対称正定値の場合だとうまくいくんですけども、非対称の場合にはそれほどうまくはいかなくって、非対称の場合にはリッツ・ガラキン法をさらに一般化した方法っていうのを使うことが多いです。それをペトロフ・ガラキン法って言います。
で、実がラーキン法では AX-B っていうのをクイロフ分空間に対して直角化するように X を決めたんですけども、ペトロフがラーキン法ではもう一個別の部分空間の列を取ってきます。 L1、L2、L3 っていう部分空間で、 Ln が N 次元空間であって、かつその空間がどん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 方眼関係で拡大していくように選ぶ。で、こういう部分空間を取ったときに残差がこの Ln に直行するように XN を選ぶというのがペトロフがラーキン法です。これはまあ明らかにリッツがラーキン法の一般化でして、 L がクイロフ部分空間だったらまあリッツがラーキン法になるわけです。でこれは残差のうちで空間 Ln に正支配した成分が0であることを示すわけです。でまあ Ln としてはまあいろんな選び方があるんですけども、まあ、実際には AT っていう A の点値を使ったクイロフ部分空間を使うことが多いです。こうしますとまあきれいなアルゴリズムができるということで、これが使われています。で、まあ、ペトロフがラーキン法に基づく解法としては、まあ、非対称行列用の解法というものがいろいろありまして、一番基本的なのがバイ CG 法と呼ばれて、さっきの CG 法を非常にうまく非対称に拡張したものです。それからあと QMR 法、それから CGS 法、バイ CG スタブ法、 GP バイ CG 法といったような方法があります。これらについては後で少し説明したいと思います。で、まあ、以上で、クイロフ部分空間と呼ばれる部分空間の構築と、それからそこでの正規直行規定の生成、それからその正規直行規定をどんなふうに線形結合を作って、近似解を求めるかっていう、まあ、その方針ですね、その方針を3つほど紹介いたしました。で次にこれらの方針に従って、まあ、実際に解法のアルゴリズムっていうのを説明したいと思います。でここはちょっとスキップしまして、まあ、代表的なクイロフ部分空間法というふうなものです。で、今3つ方針を説明しましたけども、まあ、それぞれに対応して、まあ、いろんなアルゴリズムがありまして、まず残差最小化に基づく解法としては GMS 法、ジェネラライズとミニマムレシデュアル法、一般化最小残差法というのがあります。これは非対称行列用の解法です。それからこれを対称行列用に、まあ、簡単化したミニレス法というのもあります。一方でリッツがラーキン法に基づく解法としては CG 法、強約コバイ法ですね、それから FOM 法、これは非対称行列用の解法です。そういうものがあります。それから、ペトロフがラーキン法に基づく解法としてはバイ CG 法、超強約コバイ法呼ばれる方法、それから QMR 法、 CGS 法、それからバイ CG スタブ法といったような方法がありまして、この分野は非常に今でも研究が活発で新しい方法が開発されています。で、今回はこのうちで、GMS 法と CG 法について、まあ、主に説明しまして、あとでそのペトロフがラッキン法に基づくいくつかの方法を特徴だけ簡単に説明するということにしたいと思います。で、まず残差最小化に基づく GMS 法です。で、原理ですけども、まあ、クイロフ部分空間ができて、その正規直行規定ができているというふうな前提のもとで、残差を最小にする X を選ぶというのが方針です。で今クイロフ部分空間の正規直行規定があって、それを並べた行列が Q ですね、Q1、Q2、
から QN まで QN まで、あ、QN まで、ベクトルを横に並べた行列が QN です。 ですので、正規直行規定の線形結合として解を書くってことは QN×Y という形で X を表現するということになります。でこういう条件の下で残差を最小化してみると AXN-B っていうのは A×QNY-B というふうになります。でここでさっきのアーノルディ仮定の行列表現というのを 使いますと、アーノルディ分解といってその AQN イコール QN プラス 1HN というふうな式が成り立っています。ですので、ここのところを QN プラス1の HN チルダーというふうに書き直すことができます。でさらにこの B っていうものですけども B っていうのは B を正規化することで Q1 を得たので B と Q っていうのは B と Q1 っていうのはこの比例関係にあります。でこの Q1 っていうのはこの QN って行列の第一列ですから QN かける単位ベクトル E1 ですねになりまして、で結局その B っていうのは Q の N プラス1かける E1 かけるこの B のノルムというふうに書き直すことができます。ですのでこの第3の統合のように書き直すことができます。でここで QN プラス1というのは列直行行列ですので、これをそのかけてもかけなくても2ノルムの値は変わらないということが分かりまして、これを取っちゃって HN チルダの Y-B の E1 というふうな式になります。これが最小化すべき量でして、これをその Y の関数と見たときに最小化するということになります。で、さっきのアーノルディ分解のページを見ていただくと分かるようにこの HN チルダっていうのは縦の長さが N プラス1のベクトルですから行列ですから、このノルムの中のベクトルというのはN プラス1次元のベクトルです。でこの YN というのは N 次元のベクトルですからこれはN 次元ベクトルをうまく選ぶことによってこの N プラス1次元ベクトルをノルム最小にするというふうな最小二乗問題になります。ですのでこの一番下の最小二乗問題を解くことによって Y を求めてそれをここに代入すれば X が求まるというふうな形になります。で、一般にその最小二乗問題を解くには QR 分解を使うと良いっていうのが知られていると思います。でここでその最小二乗問題の係数行列にあたる長方行列は HN チルダなんでそのこの長方行列を QR 分解してでそれから011方程式この RY イコール U トランスポーズの B を解くというのが一般の QR 分解を使った最小二乗問題の解法です。ですのでそれをやってやればよいと。で QR 分解ですけども、HN チルダっていうのは非常に上三角に近い行列です。つまりその上三角行列に、1個下に対角線より下に1行来ただけの行列ですので、実は QR 分解は簡単にできて、オーダー N 以上の計算量でできるというのが分かります。さらにそれだけではなくて、クリトフ部分空間法では部分空間を広げながらそれぞれの部分空間の中での解を求めていくわけですけれども、1個前の QR 分解が与えられたらその次の HN の QR 分解はこれを更新する形でオーダー N で計算できるということも分かります。
でこういったことを使いますとかなり少ない演算量でこの最小二乗問題というのは解くことができます。で、そのアルゴリズムがここに書いてありますけども、ちょっと一見したところでは複雑に見えるんですが、アーノルディ仮定を使って分空間を作って拡大して、その正規直行規定を作る部分と、それから QR 分解をする部分と、それからQR 分解を使って最小二乗問題を解く部分というふうに分けることができます。実際ここの最初の部分はアーノルディ仮定そのものになっています。あと以前のページでご紹介したアーノルディ仮定そのものになっていまして、でここのところはアーノルディ仮定で作った HN チルダーという行列をうまく対角線より下の要素を消すことによって、直行変換で消すことによって上三角化すると、それがQR 分解になっています。でそこからあとは交代代入によってこの最小二乗問題の式を解いて、で X を計算するということをやります。で、こういったことをその N を増やしながら毎回毎回やっていくわけで、そのたんびに、各 N における残差っていうのが、副産物として計算できますので、その残差の減少の度合いを見ながらアルゴリズムを繰り返していって、それが十分小さくなったら終了というふうにするのが一般的なやり方です。で、これが GMS 法なんですけれども、 GMS 法の大きな特徴っていうのは計算の途中で破綻が起こることはないということです。で、さっき反復法では収束しないことがあるっていうのを最初に説明しましたけども、収束しないだけじゃなくって、反復法によっては計算の破綻っていうのが起こって、ゼロでの割り算が起こったりとか、そういうことが起こる解法もあります。で、GMS 法はそういうことが起こらないで、起こらないというのが特徴です。で、実際実際その破綻しそうな可能性のあるところっていうのは正規直行規定を作っていってアーノルディ仮定で正規直行規定を作っていって、求めた V っていう最新のベクトルをそれ以前の正規直行規定に対して直行化してやったときに、結果がゼロになるともうそれ以上新しい規定は作れないわけですね。でそういう場合に破綻するんですけども、新しい規定がもう作れないってことはクリドフ部分空間がもうそれ以上拡大できていない、できない、つまりこれがそれ以前の正規直行規定の線形結合で欠けているってことになりますので、それは最初に言った通りもうその空間の中に真の解が入っているということになります。ですので、計算の途中で破綻が起こることがないっていうのは、もうそれ以上計算を進められなくなったら実は真の解に到達しているという意味です。で、それからこれが最大の特徴ですけども、各ステップでクリドフ部分空間の中で残差を最小化してますので、部分空間を広げれば広げるほど残差っていうのは減っていくわけです。ですので、N とともに残差が単調に減少するということです。ですので非対称行列向けに、いろんなクリドフ部分空間法があるんですけども、一番頑健な方法です。で、実は後ほどペトロフがラッキン法に基づく方法も紹介しますけども、その方法、そういう方法ではこういう性質がありません。で、ただもちろんデメリットもありまして、これはアーノルディ仮定に由来するんですけども、所要メモリーと1反復あたりの演算量が N とともに増加していくということです。で、これはアーノルディ仮定では QN を
Q1 から Qn-1 まで全部に対して直交化しなきゃいけないからでして、ですので、まあ、N が増えるにつれて、まあ、チャンプカーあたりの演算量はどんどん増えていってしまうということになります。 で、まあ、ですので、まあ、一般には N はあんまり大きく取ることはできなくて、でそれで収束しない場合どうするかといいますと、まあ、リスタートってことをやります。リスタートっていうのは例えばその N が30ぐらいまでになったらもうそこで今までの Q1 から Qn-1 までのベクトルを全部捨ててしまって現時点での解 XN をまた初期ベクトル初期近似解とみなしてそこからもう一回 GM レスを新しく始める、そういう方法です。で、まあ、そうしますと収束性は落ちるわけですけども、ただ演算量とか反復値の演算量とか所要メモリ量の増加っていうのは抑えられますので、実用的にはこのリスタートというのを使って行うのが普通です。で、まあ、この GMS 法っていうのは非対称行列向けの解法なんですけども、まあ、さっき言いましたように対称行列の場合にはウディ仮定がランジョス仮定に簡単化されますので、それを使ったミンレス法っていうのもあります。でこの場合にはその H っていうのが三重対角行列になるので所要メモリ量も少なくて済みますし、チャンプ仮体の演算量も定数にできるということが分かります。ただこの方法は丸目誤算に弱くて、さっきの条件数の2乗のオーダーで丸目誤差が入ってしまうという良くない性質が分かっていまして、実はあんまり使われなくて対称行列用には次の CG 法の方が使われます。でそれでは2番目の率ガラキン法に基づく解法として、CG 法を説明したいと思います。これは A が対称性定値の場合に使われる解法です。で、まあ、率ガラキン法ですので、AX-B 残差 AX-B がクイロフ分空間に直交するように X を選ぶわけです。それを正規直交規定 Q を使って書いてみますとX イコール QI って書いて、それがクイロフ分空間に直交するってことは行列 Q と積を取ったら0になるということです。で、ですので AX-B に Q のトランスポーズをかけてみると Q の点値かける AQI-B になって、で、この Q の点値の AQ っていうのはさっきウディ分解のところでやったように対称の場合には三重対角行列になります。ですので TY-QTB というふうになって、でさらにこれさっき GMS 法のところでやったんですけども、 Q っていうのは第1列が B の定数倍で第2列以降は B と直交してますので、これは単に単位行列になると。ですので、この直交数って条件は TNY-E1=0 ということになります。これが Y を決める方程式になります。ですので、この CG 法、率ガラキン法を、まあ、素直に実装するには、ランジョス仮定によって三重対角行列 T を作って、同時にその Q っていう一定ベクトルの並べた行列も作って、でこれを解くんですけど、これは三重対角行列を LU 分解して、こんな風に解けばいいと。まあ一般にこの T の次元つまり反復回数っていうのは元の行列のサイズに比べて、まあ、ずっと小さいのが普通ですから、まあ、そうやって直接解法で解いてやればいいわけです。でこうやってその y を求めたら x=qy というふうに計算すればいいことになります。
で、まあ、CG 法の原理っていうのはこれだけです。で、まあ、数学的にはこれだけなんですけども、実は実装の上ではこれはちょっと問題がありまして、っていうのはこれをやろうとすると一回ランチョス過程で、この t とか q を全部求めた上でこの方程式解くってことになりますので、この q っていうベクトルを全部取っとかなければいけないことになります。ですので、まあ、例えば100万元ぐらいの問題解きたいって場合には、100万元かける例えば収束回数何百回という行列を取っておかなければいけないことになります。ですので実際に使える CG 法ではそういうことをしなくて済むように、全化式の形で、これを取っておかなくても XN-1 から XN を計算できるように工夫が行われています。で、まあ、今x イコール qny でして、で y っていうのは u-1 の l-1 の e1 ってことなんですけども、ここの部分を、まあ、p0 から pn-1 って行列で書いて、こっちを v0 から vn-1t というふうな行列でアベクトルで書くことにします。で、CG 法の実装でやろうとしているのは、こっちの P に対して全化式を求めて、それから V に対しても全化式を求めて、それを使って、X の全化式を求めるというふうなことなんです。で、今この L とか U っていうのは三重対角行列の LU 分解なんで、それぞれ下に重対角行列と上に重対角行列になります。で、そのことをうまく使ってやると、実はこの V っていうスカラーに対してこんなふうな全化式を求めることができます。これデルタとかファイっていうのは T を LU 分解した時の要素です。で、同様にその U も上に重対角行列なんで、この P っていうベクトルに対してもうまく実は全化式の形で計算することができるということがわかります。でさらに X っていうのは P と V の積で書いてるんですけども、それは N-1 番目までの内積と、それから最後の要素の積の和ってことなんですが、N-1 番目までの内積っていうのは1個前の近似解ですので、1個前の近似解を V とか P を使って、さらに修正する、そういった形で、書くことが可能になります。そうしますと、これが全部全化式で書いてますので、 V に関する全化式、 P に関する全化式、それを使った X に関する全化式ということで、前のベクトル全部を取っておく必要がないということです。特にここの部分が効いてるんですけども、そうですね、1個前のベクトルさえ取っておけば全化式でどんどん計算していけるというのが実装上の工夫です。で、ここでいろいろ、まあ、変数名の付け替えとかを行いますと、まあ、よく知られた CG 法のアルゴリズムになりまして、ちょっと前のページからここまでちょっとギャップがあるんですけども、これは多少計算しますとこんなふうになります。で、まあこれがクイロ部分空間法として導いた式なんですけども、実はこれはさっき言ったようにファイっていう関数を最小化するというふうに解釈することもできます。2分の1の X トランスポーズ X 引く X トランスポーズ B というものを最小化しているというふうにも解釈できまして、そう解釈する場合にはこれがステップ幅を決定して、で P 方向っていう探索方向に向かって
X を動かすというふうな操作で、まあ、この関数を最小化するというふうに理解することもできます。で、CG 法の性質としてはまあ、数学的な性質は、まあ、ここら辺にいろいろ書いたんですけども、まあ、残差の直交性ですとか、まあ、探索方向の強約性、そういった性質があります。で、まあ、CG 法も対称性定値な行列に適用する限りは計算の途中で破綻が起こることはないです。でさらに残差ではなくて誤差の A ノルムっていうのが N とともに単調に減少するというメリットがあります。でさらにそのこれは GMS ではなかった特徴ですけども、まあ、主要メモリ量と1アンプ価帯の演算量が N に依存しないということが言えます。これはランチョス過程から来ているポイントです。で、まあ、こういったその非常にいい性質がありまして、ある意味での誤差のあるノルムが単調に減少するという性質と、それから1アンプ価帯の演算量とメモリが N に依存しないで一定であるという2つの性質は両立させるのが非常に難しくて、実際これが両立しているのはこの対称性定値行列用の CG 法の場合のみと言ってもいいくらいです。まあ、実際にはほんのちょっとだけクラスを広げることもできるんですけども、それ以外の非対称行列ではこの2つの性質を両立させることはできませんで、 GMS 法だとこっちの N に依存しないっていう方を犠牲にする、それから後で述べるペトロフガラーキン法はこの単調減少性を犠牲にするということで、どっちかを取るしかないということになっています。でそういう意味で対称性定値行列というのは非常にいい性質を持つ行列です。で、まあ、誤差が単調減少するって言いましたけども、その程度も実は定量的に評価することができまして、この赤の四角のような評価式が成り立ちます。ここでカッパーって書いたのは A の条件数でして、最小得1と最大得1の比です。実は対称行列の場合には得1と、対称性定値行列の場合には得1と、固有値は同じものなので、最小固有値と最大固有値の比と言ってもいいです。で、まあ、この式を見ますとカッパに関してこんな関数で、減少するということなんですけども、例えば単位行列だと最小と固有値も最大固有値も1なのでカッパイコール1で、その場合には分子が0になってしまうので、もう最初から、誤差が0ということになります。で、まあ、単位行列に非常に近い行列、つまり最小固有値と最大固有値の比が非常に小さい、非常に1に近い行列、その場合にも分子が1に近くなりますので、分子が0に近くなりますので、非常に速いスピードで収束するということが分かります。でこの証明は実はチェビシェフ多項式の評価とかいうものを使って、あと、まあ、ザッサ多項式というものを使ってできるんですけども、もし興味のある人はちょっとさっきの省略したザッサ多項式のページとともに見ておいていただければと思います。でこんなふうにその CG 法っていうのは最小固有値と最大固有値の比が1に近いときに非常に早く収束するっていう性質があるんですけども、それ以外に、相異なる固有値の数が少ない場合、つまり固有値に縮従が多い場合にも収束が早いということが知られています。これも残差多項式の理論を使って、説明することができます。
それから固有値がいくつかのクラスターに固まっている場合ですね、たとえ縮従していなくても非常に小さい範囲、非常に狭い範囲に固有値が密集していて、そういったクラスターがいくつかある場合にも収束は早いということが分かります。でそこで逆に固有値を1個あるいは少数個のクラスターに集中させることを集中させるような前処理っていうものができれば、CG法の収束が非常に早くなるんじゃないかということで、そういう研究がもう70年代からずっと行われています。で、これに関しては後で説明したいと思います。で、最後にペトロフ・ガラーキン法に関する説明なんですけども、ペトロフ・ガラーキン法も実はランチョス過程を拡張した総ランチョス過程というものに基づいて説明することができるんですけども、そうしますとかなり長くなってしまうので、ここではちょっと別の見方として、A っていうのが非対称行列だった場合に、それを無理やり対称化して CG 法を形式的に適用するというふうな、説明をしたいと思います。今A が非対称行列だとしますと、 A をこんなふうに反対角成分に置いたブロック行列を考えまして、2倍のサイズのベクトルとか2倍のサイズの右辺ベクトルというものを持ってきまして、こんなふうな方程式を考えると、そうするとこれはこれちょっと x と x ハット逆なんですけども、 ax イコール b と a トランスポーズ x ハットイコール b ハットっていう2つの方程式を解いたことと等価になります。ですので、これが解ければ元の ax イコール b も解けるわけです。で、CG 法は本来は対象正定値な行列じゃないと適用できないんですが、これは正定値じゃないけど対象なんで、形式的には適用できることが分かります。ですので、これに対して適用してやると、A の部分と A トランスポーズの部分それぞれに対して、CG 法の式が出てくるので、こんなふうなA と A トランスポーズ両方を含むような式が出てきます。でこれがバイ CG 法と呼ばれるものです。で、形式的にはこれで、アルゴリズムができていて、これがもしうまくいけば誤差が最終的に十分小さくなるということで解けるんですけども、実はCG 法の中では A が正定値であるってことが0割が起きないとかそういうことの保証に使っていますので、これだとそういう性質がないので、もしかしたら0割が起きてアルゴリズムが破綻するかもしれないという危険はあります。で、ただそういうことがうまく起きなければ最終的に、誤差が0に収束して、この方程式が解けるということで、そういうアルゴリズムもよく使われています。で、こういうバイ CG 法ってものは今説明したようなブレイクダウンっていう、分母がゼロになるような可能性を排除できないんですけども、ただその場合にも少し工夫することで計算を続行するやり方っていうのも開発されていまして、実用的には非対称行列の解法としてよく使われています。でこれはGMS 法とちょうど反対の性質を持っていまして、この誤差の単調減少性と演算量の一定性っていうのは両立、非対称の場合は両立できないって言ったんですけども、こっちは単調減少性を犠牲にしています。でその代わり使用メモリ量と反復1回あたりの演算量は N に依存しないようにできています。でこれは形式的に CG 法を適用したんで直行化が1反復あたり2回で済んでいるからです。で、
この BYCG 法をベースにして、いろんな解法が提案されていまして、CGS 法って言いまして、BYCG 法を変形して、収束が速くなるように工夫した方法。それから、この CGS 法をさらに安定化して、発散が起きにくくした、BYCG スタブ法といったものがあります。それから、そのさらに、その収束性を改善した、GPBYCG 法ですとか、あるいはその収束がスムーズになるようにうまくスムージング効果を加えた QMR 法といったものがあります。でこれらについてはちょっとあんまり説明する余裕がないんですが、後ほど、参考文献をご紹介したいと思います。でそれでは最後に前処理という話をしたいと思います。でこれはさっき CG 法のところで説明した CG 法というものが固有値がいくつかのクラスターにまとまっていたりとか、あるいは最小固有値と最大固有値の比が1に近い場合に収束が早いということを利用して、そういう状況を実現するためにもともとの方程式を変形するというものです。で、そのやり方として、A が行列 K というものがありまして、それが行列 A を何らかの意味で、近似しているものとします。その場合に、AX イコール B と同値な K インバース A イコールK インバース AX イコール K インバース B というものを考えますと、これっていうのは、K インバース A っていうのは、K が A に近いとすると、単位行列に近いというふうに考えられます。で、ということは、固有値が全部1の場合に集まってるんじゃないかっていうふうに考えまして、それによって、クリロフ分空間法の収束が速くなるんじゃないかと期待するわけです。で、これを左前処理と言います。で、同様に右前処理っていうのもありまして、それは AK インバース Y イコール B という方程式をまず解いて、その後で X イコール K インバース Y というふうに計算してやると、X が元の方程式の解になっていると。それから両側前処理って言って、K1、K2 を使って、こういうふうな方程式を解いて、それから Y から X を計算してやるということもできます。で、これが前処理と呼ばれるものなんですが、前処理行列に求められる性質としては、K インバース A がなるべく単位行列に近いことっていうのがもともとの要請ですけども、それだけじゃなくて、K を簡単に作れないといけないと。つまりコストをかけて前処理をしても、あんまりメリットがありませんので、生成が容易であると。それから K インバース X っていう計算をどうしても中で入ることになります。やることになります。つまり A の代わりに K インバース A をいつも使うんで、AP を計算したところを、まず AP ってベクトルを作って、それに K インバースをかける。そういう計算をやります。ですので、逆行列の計算というか、逆行列をかける計算が容易でないと、それも意味がないということになります。で、そういった要請を満たす前処理として、いくつか提案されているんですけども、一番古くから使われているのが不完全 LU 分解というものです。これは LU 分解の際に、フィルインが生じるという話をしましたけども、そのフィルインというのは もともとゼロであった要素が消去の過程でゼロでなくなってしまうものですが、それを無視して近似的に分解するというものです。フィルインを無視してしまうと、当然本当の LU 分解にはならないんですけども、それでもLU 分解に近いものにはなるだろうということで、その LU を K と置くということにします。そうしますと、
まあ、フィルインを無視しますと演算量的には非常に減りますし、それに、まあ、L とか U っていうのは三角行列なんで逆行列かけるのも簡単です。ということで、そういう ILU、 インコンプリート LU といいますけども、まあ、そういう前処理がよく使われています。まあ、フィルインをどこまで無視するかもいろいろありまして、フィルインがもう1回でも生じたらそれを無視してしまう ILU0 とか、フィルインが1段階生じるのは許すんだけど、その生じたフィルインがまた別のフィルインを引き起こすことは許さない ILU1、 そういったいろいろなレベルがあります。で、あと、まあ、これは一般の非対称行列ですけども、CG 法の場合には前処理した後の行列も対称整定値になってほしいので、K1 と K2 がお互いに点値になっているようにして両側前処理を行います。で、そのために不完全コレスキー分解というのもやります。で、こういったその ILU とか不完全コレスキー分解は、まあ、非常に幅広いクラスの行列に対して効果があるということで汎用的な前処理なんですけども、まあ、並列化が難しいというのがデメリットです。で、まあ、上三角行列とか下三角行列を係数とする前進消去とか交代代入というのは、まあ、どうしても逐次的な計算になりますので、そこでその並列化が難しいということで、それをどうやって並列化するかに関して、まあ、非常に多くの研究があります。で、まだ研究されているところです。他にもいろいろ前処理はありまして、近似逆行列前処理というのがあります。これは行列 A を近似する行列じゃなくて、A インバースを直接近似する行列を求めるものです。で、A インバースを近似するってことは、まあ、i-AM っていうものを考えたときに、それがなるべくゼロに近くなるような最小二乗問題を解くということです。まあ、何も条件なしで解いたら M イコール A インバースになっちゃいますけども、 M の非ゼロ要素数を例えば少なく抑えたり、まあ、ある位置にだけしか生じないように制限かけて、こういう最初二乗問題を解きますと、その制限の下で一番 A インバースに近い行列が得られるということで、そういうことをやります。で、この方法のメリットは前進消去とか交代代入やるんじゃなくて M をかけるだけで、まあ、逆行列かけたことになりますので、単に行列ベクトル積をやればいいということで並列化が簡単です。その代わり ILU 分解と同程度の効果を出すには、まあ、一般により多くの非ゼロが必要になるということが実験的に知られています。で、あと、まあ、簡単な前処理としては簡単だけど効果がある前処理としては対角スケーリングといいまして、両側から対角要素をかけて対角要素が1になるようにする。これは非常に単純で並列化も簡単ですけども、問題によっては有効であることが知られています。で、あとは行と列を並べ替えを行って、その後で不完全流分解をやると、まあ、さらにいい効果が得られるといったような研究もあります。今以上が前処理の非常に簡単な説明です。で、最後にですけども、今回のまとめとしまして、今回はまずクイロフ部分空間とその正規直行規定の生成法っていうのを説明して、まあ、アーノーリー仮定、ランチョス仮定というものを導入しました。で、まあ、その上でそのクイロフ部分空間の中から近似解を選ぶための基準として3つの方法を説明しました。残差最小化と、それからリッツ・ガラーキン法、ペトロフ・ガラーキン法というものを紹介しました。まあ、それぞれの代表例として GM レス法、CG 法、それからバイ CG 法という3つのアルゴリズムを説明しまして、でさらにその収束を加速させるための前処理法というのも代表的なものを説明しました。で、まあ、実際には
まあ、対称性定理だったら指示法を使うのが一番いいとは言われているんですけども、まあ、非対称の場合には、まあ、どの方法を使うのがいいかっていうのはなかなか事前には分かりにくいところのがあります。まあ、ですのでこのクリロフ分空間法をたくさん実装していて、マイスュリアなんかのルーチンも入っている LIS っていう、まあ、これは国内でできたライブラリですけども、それとかPETC っていう、まあ、国際的に有名な反復解放のライブラリがあります。で、まあ、そういったものを使いますと、まあ、いろんな解放を取り替えて同じ問題を解くことができますので、まあ、そうやって、いろんな解放とか前処理を試して、まあ、自分の問題に合ったものを見つけるというのが重要ではないかと思います。で、まあ、最後に参考文献ですけども、反復解放全般に関して非常にその分かりやすい紹介をしている、分かりやすくかつ高度な紹介しているトレフェセンの教科書というのが非常におすすめです。それからこれはファンデアフォルストって言いまして、反復解放、特にクリロフ分空解放に多大な貢献をしている研究者が自分の研究成果を中心にまとめたものです。それから、まあ、定評のあるサードの教科書といったものがあります。これはテンプレートって言って、やっぱりクリロフ分空間法をはじめとして、まあ、いろんな解法を、まあ、ライブラリではないんですけども、どういうふうに使うかっていうことを詳しく説明したの本です。まあ、あと日本語ではこういった本があって、まあ、特に一番下の杉原先生、室田先生の教科書はクリロフ分空間法について非常に詳しく理論的な説明を行っています。それでは以上で終わらせていただきます。はい、どう